ちゃ嬉しいわ。どうしよう、めっちゃ嬉しい。よし、やろうやろうやろう。皆さんお疲れ様っすくー、今日はね、こちら忍者マストダイプレイしていきたいと思います。このゲーム最近出て、 TikTok とか YouTube とか広告ですごい出てくるんだけども、まあ普通はそんな広告来てもぶっちゃけ惹かれないんだけど、その声が入っててすぐ分かったんだけど、声優さんが花江夏樹で、うわって、初めてね、私広告ね、もう一回見てえなと思ったでやっぱ調べたら、花江夏樹さんが主人公のこの黒の声をやってて、でなんてこの青い方、名前ちょっと忘れちゃったんだけど、福山潤さんなの。他にも声優陣がマジで濃くて、声優さんがどんだけ豪華かっていうと、じゃん、いや豪華すぎるでしょ、もうだって知らない人いないもん。気合入りまくりでしょ、そさげにしては。いきます、うごいおさげさん、おお、ここまで来た。さあ俺と一緒にあの腐った武士どもを滅ぼそう。ルルーシュやん。そして、あ、そういう忍者と武士が争いを続けたところで、この国にさらに大きな痛みをもたらすだけだ。やばいね。私は隊長を止めに来たんだ。うわ、そうか、方向性の違いでね、方向性の違いでこう戦わなければならないと、仲間同士なのに。半年前、忍びの谷、ほうほう、あ、またムービーかな、結構長いな。これがね、花江くんですよ。うわ、え、ちょっと待って、は、ん、始まってる、あ、え、あ、始まってるやん。マジ、あ、あ、落ちた、おうおうおう、あ、はい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 、ん、押せってことね、オッケーオッケー、はいはい、お、いいんでない、いいんでない、わーいおかしいな、わ、なんでこんなところに来たんだろう。このままじゃ忍者試験に間に合わないな。あっちの近道を使うか。え、めっちゃ幸せ、耳が幸せすぎる。あー、ちょっといいなこれ、やっぱ横スクロール系ね。あ、何？下反転で、あれか。はい、バットマンを、これ、トカゲじゃ、ああ、ああコウモリで、コウモリ。はい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 こんにちは、すげえ。半分までワスビ、ヤッホー、いいゲームだ、それな、ね、え、なにこれ、コメントいいな、絵柄好き。え、これリアルタイムなのかな、花江夏樹で臭い。いやいやいや、消えた。なんとか間に合った。あー、これだ。ドアではなく、こんなところから入ってくるとは面白いやつだ。仏像を壊した罰は、後でしっかり受けてもらう。今は試験を受けに行ってこい。これも始まってる？こう。オーケーオーケーオーケー。こうこうこう、あー、オッケーオッケーオッケー、戦闘開始、オッケー、ジャンプ、待って、あははは、下手くそだな速度上昇、はっ、いやっ、はっ、いやっ、はっ、いやっ、はっ、ちゃっちゃっちゃっ、どんどこどん、よいしょ、あ、なんだ、え、武器スキル解放、オッケー、あ、こういうことね。オーケー、おお、強くない？ジャンプ。はい。はい、ジャンプ。オーケー。おい、おい、オーケー。あ、なに？なに？オーケー、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 オーケー。いいよ、いいんじゃない？いいんじゃない？なに？なに？あー、そっか、そっか。なにじゃない？なにこれ？なにこれ？なにこれ？なに？オーケー、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 あぶねー。むず。なになになに、読めない、ちょっとやりながら読めないって、やりながら読めない、これ、これ何、これまだ、これ大丈夫、これ何、これ何、これ、あー、オッケーオッケー、おー、おー、ちょっと待って、おいおい、危ない、はい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 、どんどこどんたこ、マジかー、あ、マリアなんだ、下流エンダ、かっこよ、ちょっと CV 花江夏樹やばすぎ、ふぅ、緊張する、こういう系久しぶりやった。あ、クリアクリアクリア、うよ、これがお前の最終試練の相手だ、竜じゃね、うよ、竜、竜、ちょっと待って、なになになに、あ、そこそこ、あ、そ、そうか、こうか、いやいや、それ、創世焼き様、はははは、ちょっと待って創世焼き様出ちゃった、
こう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 、あ痛い、ちょっと痛い、これはこれは、あもうドンキーコング、ドンキーコング欲しくね。分からん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 が分からんが、よし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 、大丈夫だ大丈夫です。北竜堂はすぐそこだな。北竜に挑むまでもう少しだ。あ北竜勝てる、あガチャね。一発目はね、すげえ武器とか来るよ、きっと。はい、来ました。歌い、SR ですよ。やっぱり、この豚、雷弓。決戦、出発、倒してやるよ。私には花枝月がついてる。超人気声優の花枝月がついてるから大丈夫。はい、はい。はい、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 わかりません。お金は非常に大事。お金は非常に大事。お金についていく。お金についていく。よしよし、オーケー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 、こう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 、緊張するぜ。あ、なにこれ？あ、これか。おー、教えてくれるの優しい。痛い、痛い、痛い、来た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 、ラスボス。エンドラ来たよ。はい。なんでしょう。はい。え、違う。武器スキルで、黒竜を攻撃しよう。おー、なるほど。手裏剣玉を拾う。黒竜を攻撃しよう。おー、なるほど。あー、危ない。オッケーオッケー。これはジャンプね。ジャンプでかわせる。なんとかなる、なんとか。わ、なんだ、なんだ。やめて、やめて。なになになに。オッケー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 。ちょっと待って。ちょっと待って。下流縁断。あー、かっこいい。かっこいい。かっこいいなー、ちょっと。かっこいいなー、もう。ちょっと、やばいなー。危ない、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 危ない。よし、ナイス、ナイス。火属性に火で挑むんだね。よく黒竜を打ち倒したな。え、倒したん？さあ、召喚笛を吹いて契約を結ぶんだ。ほう。イエーイ。倒したっぽい。エンドラ討伐。黒竜堂の底の溶岩がまた噴火するぞ。何？早くここを離れろ。やりました。してててててて。おお、かっこよ。黒竜は忠誠を誓う仲間となった。さあ、黒竜に乗って村に戻ろう。戻りましょう。え、ここでもスワイプして竜を操ろう。オッケー。お、パンダだ。あ、ノーノーノーよ。え、でも竜の方が絶対強い。あ、これいいの、これ当たって。おーしょしょしょ、わーおゲロ強っ。すげえな。おうおう。あ、綺麗。いいね、やっぱね。日本といえば桜ですよ。これでお前は正真正銘の忍者になった。あ、よかったです。お前の忍びの道は始まったばかりだ。ゆっくりとでいい。自分だけの忍道を見つけ出すんだぞ。わかりました。ひゅー。めっちゃ楽しいな。これいいな、これ。自分の忍道、ただ進め。やったやった、青雪刀。さて、君の名前は？君の名は？怒られろ。うん、いい名前だ、絶対。任界中に響き渡るような気がする。そりゃそうよ、こんな変態みたいな名前だったら響き渡っちゃうね、これね。さあ、ということでですね、花枝夏樹マストダイ。声優さんがめちゃくちゃいいな、マジで。いや、ゲームも面白いけど、やっぱ声優好きにはたまらないと思う。ゲームしてて推しの声が聞けるって最高じゃない？だー、もうちょっと続けるわ、私。でも、この名前か。この名前でか。忍者マストダイ、花枝月ファンの方はぜひ。それでは、総括！来世は、花枝月のパンツに生まれ変わる。